試合に先立ちまして両チームの選手に花束の贈呈です。贈呈をしてくださるのは田原市長山下正義さん、田原市アイドルグループラ・花の民、ナモタの担当のナミさん、マム担当のアイさん、ガーベラ担当のモカさんです。それでは両チームを代表してスワローズ上田剛選手、西田昭久選手、ドラゴンズ遠藤一成選手、桂陽理選手お願いします。どうぞお渡しください。ありがとうございました。渥美半島田原市は綺麗な花の生産高が日本一、おいしいメロンもたくさん作られています。